萌ちゃん始まりました。今日私たちは、ジップエアーという LCC に乗って、フライトに行こうと日本に行こうと思ってます。ジップエアーは2018年にできたばかりの新しい LCC で、去年から成田シンガポール便は就航しています。 JAL の 100% 子会社ということです。先日中田のトークチャンネルで LCC について語った回、ご覧の方3万円から移動できるということで、中田も驚いてましたよね。イエイ、こっちでいいしか。いやいや、やった。ジップエアのカウンターはあそこです。お、いけてます。どうしたの？うん、石みたいなのなかった。何？石みたいのな、アイスがなくて。しょうがないのね、しょうがない。もうちょっとで今始まるって言ってたから、ほら。じゃあここに座っていいよ、ここに。うん、それかその、それに座ったら、スーツケース横にして。だからさ、私のことさ、ちっちゃい頃さ、スーツケースの上に乗せてさ、ガタガタしてたよね。私のカバンの上に座って、ようやく落ち着いた息子。今日は何しに行くんですか？妻の弟さんの結婚式を祝いに緊急帰国、はい、緊急帰国。弟の結婚式がね、延期になって、そうなんです、はい、急遽今回になったので。そして萌はそこの余興でウクレレを披露する予定だったのだが、ウクレレを持ってき忘れた。ウクレレ家に忘れたあんなに練習したのに、あんなに練習したのに4ヶ月ぐらい練習してた。なんとか日本で買えるかな。手に入ればいいね。カウンターは全然まだ開かないらしい、ね、こちらのカウンターはきっかり3時間前にならないとオープンしないようなのですね。日本に渡航するには事前の PCR 検査、陰性の証明書を提出する必要があります。今何をしてるんですか？今は荷物を預ける。荷物預けるのにね、料金が必要だったんだよね。 LCC だとこういうことがあるんですね。追加で料金を払ってます。ここは搭乗ゲート前の売店、あるものを探しています。ブランケットピローを買って、うん、ピローを買う。ブランケットピロー、ブランケット用に。ブランケット用に。こちらのブランケットピローは枕型で、広げると中にブランケットが入っているものなんですよね。ブランケットこれは、これを4つ買うで、これを使う。で、ピローも4つ買う。ピローも4つ買う。よし、これはいやいや、ですよ。はい、分かった。あとパパ、バーライ。じゃあママのこれ、うん、素敵な、素敵なやつ。あ、かわいい。インディアンっぽいやつ。うん、いや、これシンガポール。シンガポール。よし、じゃあこれで入れるやけど、はい、買おうか。 LCC には備え付けのブランケットと枕がないので、そちらを事前に売店で購入しました。今は、何してるんですか？ラウンジに行くから。ラウンジは航空チケットに含まれないので、今回観光サイトから、こちらチケットを購入しました。こちらです。ここでちょっと出発までご飯を食べたりして過ごしましょう。まだ夜ご飯食べてないもんね。空いたでしょ。うん、お腹空いた人。はーい。うん、足が、足が、足でもほら、お椅子あるから座れるよ。眠いね。ラウンジに腰を落ち着けてちょっと一息。お肉食べる？タンドリーチキン。タンドリーチキン。じゃあ、タンドリーチキンと、あ、ありがとう。タンドリーチキンと、ハイナニーズチキンライス、シンガポールチキンライス。ね。ベジタブルヌードル。ベジタリアンヌードル。ベジタリアンヌードル。うまっ。搭
場時刻が近づいてきたので搭乗口まで向かいます。ジップエアの搭乗口は同じターミナルにあったので徒歩で向かいます。ラウンジで少し寝た息子は完全復活ほら、まだ動くほどあるぜ。同じ速度で反対方向に歩いたら、ずっと同じ場所にいるんだ。意味わかる？ね。こうやってるのが何？意味わかる？さすがに眠い母、思考停止中です。見えてきました。こちらがジップエアの機体です。こちらが座席です。割と広々としていました。ここで驚いたのが、座席にモニターがついてないことですね。代わりに機内販売の QR コードが貼ってありました。機内販売は後ほどご紹介します。はい、シートベルトまず下ね。はい、息子には先ほど買ったマーライオンの首の枕を装着しました。そして2人に、こちら薬局で買ったアイマスクですね、こちらも配りました。さらに娘が今取り出したのは、気圧の変化を、軽減させる耳栓ですね。こちらが売ってたので、試しに買ってみましたけども、娘は良かったと言ってましたね。さらに Wi-Fi がついていて、こちらなんと全て無料だったんですね。このジップエアパッセンジャーというのをタップして、この時はまだ出発前だったのでつながらなかったんですけれども、空の上で、割とサクサクと快適に Wi-Fi がつながって感動しました。子どもたちもね、 YouTube とか問題なく動画も見れて、はい、とてもね、素晴らしい Wi-Fi でした。そしてここの扉を開くと、こういうふうにタブレットを置くような台が出てきましたね。で、その下は、テーブルがね、可動式のテーブルがついていて、ここで軽食を食べたりとか、パソコン作業ができたりとかっていうね、感じで、コンパクトなテーブルがついてました。さらに収納もついているし、そしてこちらね、 USB ケーブルと、あと電源コードを差し込むソケットがついていましたね。各席についてました。はい、機内販売はどういったものがあるのかと言いますと、 QR コードを読み込んで、こちらがですね、お菓子とか、あとは、こういった水ですね、あとは飲み物、お茶、温かいお茶なんかも販売していました。コーヒーはこのペットボトルのものと、あと、このカップに入ったものと2つあるのが嬉しいですね。お酒も日本酒、ワイン、それからビールと充実していました。はい、夜な夜なエールがあったり、カップラーメンがあったりとか、はい、ビールの種類もすごく豊富で、ハイボールとか、サワー系もねありましたね。
さらにこちらは、お土産とかあとは軽食ですね、鶏そぼろ丼とお蕎麦がこちらはねあるみたいです。それからスパークリングワインもねあるみたいで、本当にこう充実のラインナップという感じで、空の上でも全然困らない印象ですね。続いてグッズ見てみましょう。はい、アイマスクとスリッパのセット、こちらね800円ですごい安かったです。あの地上で売店で買うよりも安かったです。そしてブランケットもこちら1500円で、こちらもねあのシンガポールの売店で買うよりもお安く購入できることが後から分かりましたね。その後私たち家族は成田エキスプレス東北新幹線と乗り継いで岩手の弟の結婚式に出席しました。ウクレレも盛岡の駅の近くで、無事にゲットできて披露できました。めでたしめでたし。次回の萌えちゃんはシンガポール美味しいとこ取り水陸両用バスツアーの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。